ご近所の奥さんと私で草刈り、木も切りました。おかげさまでさっぱりしました。いつもお忙しい中のご協力ありがとうございました。除去からの スタートとなります。今この和室の部分の窓の部分の虫も今、駆除して、今掃除してって感じ。今この部屋だけ掃除して、あとはもう全部草、あの木とか全部切っていって、もう丸没状態にしました。今こんな感じでどうですか。もうこんな感じにしましたよ。皆さん本当にこれ大変な思いしぶで大変でしたよ。これ木がもう相当ね、ジャングルだったっていうのが分かります、これ。いや、すごいでしょ。これ。ここも全部やりましたよ、この辺も。全部、こう買って。で、奥のとこの、次はもう裏とかやっちゃうんですけど、木とかのこの、この際の部分とか、全部やりましたよ。この辺、帰りました。いやー、ワイヤーでしたね、これ。ツタがとにかくすごかったんですよ。あの木じゃ切りなかった、あの機械じゃ切りなかったとこを、バッツンバッツンとハサミタイプのやつで切っていったんですよ。立ちながら切れるやつと。それでやった結果、もうここまでなんとか刈り取ることができましたよ、草を。いやー、これ相当な量だわ。これも電柱もこれ区間つけて、木もね、切ってたんですよ、これも。すごく電柱にかぶってやったからね、これ切っていって。ね、ちょっととね、丸坊主状態になりましたけど、こんな感じで切っていきました。ね、もうすごかったからね、これ。いやー、これも最強にすごかった。